作品の舞台になったふとしか漁港、ネジ式は、1968年6月10日に、刊行された、月刊漫画画路6月増刊号、杉吉春特集にて掲載された、杉吉春による二色印刷の漫画作品。千葉県のふと海を旅行した経験が元になっているが、作風は、前衛的で、シュールである。短編の多い杉吉春の作品の中でも特に、有名で、 つげを代表する作品として、作品集の表題作ともなっている。日本の漫画界だけにとどまらず、多くの分野に多大な影響を与えた。機関車が民家の合間から飛び出してくるシーンに描かれた千葉県、富と漁港近くの民家金太郎アメビルは、つげが少年時代をメッキ港として過ごした、工場群の建物がイメージされている、千葉県鴨川市富見海岸海岸でめめくらげに、 左腕を噛まれ、静脈を切断された、主人公の少年が、死の恐怖に苛まれながら、医者はどこだと言いながら、医者を求めて、漁村らしききっかいな町を放浪し、不条理な目に遭いながらも、ついには必要とした女医に出会い、私立を受けることができ、ことなきを得るという話である。告げが、水木しげるの仕事を手伝っていた頃に下宿していた、ラーメン屋の屋上で見た夢が元になっており、 杉自身はラーメン屋の屋根の上で見た夢、原稿の締め切りが迫り焼けクソになって描いたと語っているが、夢をそのまま描いたものではなく、ほとんどは創作である。実際は、こうしたシュールなものを描きたいという構想はかなり、以前から杉の中にあったものの、それまでの漫画界においては、あまりにも斬新であるため、発表する機会が得られなかった。 直前までの次は一連の旅物で人気を博していた。しかし、現行に締め切りが迫りネタに尽きた次は、それまでに構想にあった、この作品を思い切って発表した。完成までには3ヶ月を要している。ガロという自由な表現の場を得たことがこの作品を世に出す原動力となった。1968年6月頃には、モッキリアの少女を描き上げ、 ガロ8月号に発表したが、9月には自分の存在意義に理解できず、精神衰弱に苛まれ、2、3度文通を交わしただけの看護師の女性と結婚するつもりで九州への蒸発を決意したが、10日で帰郷翌、1969年には上京劇場の女優、藤原真希と知り合う。タイトルのねじ式はシリーズの際。 治療のためジョイによって取り付けられた血管を接続するためのバルブネジから来ている。ジョイ自身はこの治療法を方式と呼び、少年に決してそのネジを締めることのないよう注意する。ラストシーンのモーターボートが走るシーンは未完の作品、湖畔の風景から流用しているが、さらに元になった写真作品があることも判明している。作品の舞台となった漁村はエッセー集。 つげよと僕の中で、つげ自身によって、千葉県の太海を想定して描いたとされているが、後に、つげよ漫画術での今度を進むとのインタビューの中では、作品全体は太海だけを想定して描いたのではないと否定している。しかし、作中で、主人公の少年が狐の面をつけた少年の運転する蒸気機関車によって連れ戻される執着の、 元の村に描かれた民家の建て込んだ場面の絵に、ほぼ同一の場所が、不都海漁港のすぐそばに今も見つけることができる。他にも少年会社を求めて、さまよい歩く漁村によく似た軒の低い家屋や小屋が、立ち並ぶ海岸沿いの場所などが、各所に散見される。また、作中、ネ年、式の舞台となった、不都市海浜。発表当時、時代は、全共闘紛争のちょうど前夜、 劇画ブームも手伝い、大学生や社会人も漫画を読むようになった時代であり、そうした世相を反映し、アングラ芸術のタッチも取り入れたシュールな作風と上気を一視した展開は、漫画界以外でも大いに話題となり、フロイト流の精神分析による評論まで試みられたが、告げ自身はそうした解釈には反発を感じており、全く当たっていないと一周している。 作風がシュールであるために深読みされ、作者の真相が全部出ていると誤解されやすく、創作の意味がわからない初期の作品では、垂れ流し的に描くから、自身の内面が現れやすいが、何年も描いていると作品としての構成を考え、セリフ一つにも自覚して描いているため、自身の内面が出ることは少ないと、告げ自身は10回している。また、朝日グラフで、この作品にコメントし、 時間、空間と全く関係のない世界、それは死の世界じゃないんだけど、それを自分のものにできたらと思っている。ネジ式ではそうした高骨と恐怖の世界、異空間の世界がいくらか出ていると思うと述べている。ネジ式に関しては多くの評論家や詩人、文化人などがそれぞれの立場から多くの批評を試みた。詩人の甘沢大二郎は、 徹底したプライベートな視線に貫かれた作品空間が告げ作品の特徴だが、ネジ式ではその空間がさらに異様なものになっており、作者そのもののような主人公は自らを踏み外してい、空間へ入っていき、もはや作者とは思えない主人公が悪夢の中にいる。その主人公とは悪夢の中の我々なのだ。告げ作品を読むことは夢を見ることなのだと述べ、 杖作品の根源的怖さに触れ絶賛した。石子順作りは存在論的繁漫画と呼び、自然と人間が同じ位相にあり、杖は日常のただ中にある奈落を見ている。杖の漫画は今日緑な現代の文明状況の中で生まれ死のしかない僕らの生の痛みと深くつながっているとし、杖作品を読むことは鉱骨とした恐怖の体験をすることだとした。 白土三平作品が、唯物主観漫画として論議されたのに対し、告げ作品は、意識、存在、風景、時間といった言葉で盛んに論じられた。夢に着想を得て、漫画を描いたのは、漫画界では、告げが初めてである。これは後に、夢の散歩、吉坊の犯罪、外の膨らみなどにつながっていく。また、告げの作品では初めてリアルな女性の裸体が、 登場するが、当時の漫画、今度を進むによれば、次の性的な何かが解放された。そのため、それを描いたことで、思い切って描いた、こんなエロ画を描いて、人に見せた。自分を晒したという解放感を味わい、源泉館主人や、夢の散歩、さらには、私生活を赤裸々に描いた、杉江吉春日記へと繋がっていった。作品の舞台と言われる、 ふとし海浜この作品が生まれた背景には、告げにこだわりたいがために、日本読書新聞の記者から1966年に、聖人堂へ転職した編集者、今度を進むの多大な尽力がある。当時すでに、ガロニ、沼、チーコ、ハツタケガリなどの作品を発表し、新境地を切り開いたかに見えた告げであったが、山根貞夫など一握りを除き、漫画界では、 多くが作品に否定的であった。水木しげるも、初竹狩りは動画的でいいが、沼はさっぱりわからないと発言し、告げ作品を絶賛するゴンドウに向かって、オタクも頭おかしいですなと大笑いしたという。その半年後、成人同社員となったゴンドウが、入社数日後に、水木プロを訪問した際に初めて告げに会う。チーコを描いた後、 生活費を稼ぐため自ら志願して、水木プロの仕事を手伝っていた。その後、作品の評判が良くないので、漫画をやめることを考えていると打ち明けた告げに対し、今度は上述の3作品は表現の可能性を開示した作品であると考えていると述べ、早く新作を描くよう励まし続けた。その後、告げの4畳半1軒のアパートの自宅に招かれた今度は、 次へとの対話の中で様々な作品の構想を聞き出した。それからの次へは、毎日のように水木プロの仕事を手伝いながら、帰宅後深夜まで自身の作品に手を入れ、毎月のように完成度の高い作品を送り出した。海辺の女系、赤い花、西部田村事件、長八の宿、二股渓谷、オンドル小屋、本屋ら掘らぬ弁算と続き、月刊漫画ガロ6月増刊号。 つげよしはる特集に、ついに、ネジ式が発表された。夢でジョイが最上階で開業していた三愛ビル。作品に描かれた、金太郎は目ビルとはかなり異なる趣。もき。げ自身が夢をそのまま描いたものではないと、証言しており、多くの作品で写真を元にコマを書き込んでいたことは知られていたが、この作品においても、元となった写真作品が存在しコマによっては、 ほぼ忠実に描かれている。元となったとみられる写真作品と告げの描いたコマの双方が2018年2月発行のスペクテーター第41号で9点公開された。大僧金、目及び、主一文、メイリオット・アウィット、メキシコ、青野義和、看板な殺人、木村伊兵チリ高尾掛川源一郎、熊野舎レコーベ、ヤブで直美、星物のある浜、 カ島忠和ダカ祭礼の日及び千田光千吉、祭礼の日、慶應義塾大学鉄道研究会、有山森林鉄道、高木久夫、壁画のある家より、北井三郎、しぶきと風太会漁村げは発表の翌年、偶然にこの作品によく似た出来事を現実世界で追体験する。1969年、げは妻、藤原茉貴を伴い作品の舞台ともなったふとしかを、 はじめ鴨川大原を旅するが、ふと海の機関車が、民家の路地から現れる場所のすぐそばの宿で、正体不明の毒虫に、右足の甲を刺され、医者を求めてさまよい歩くことになる。日曜日だったため休日診療の委員を訪ねるが、満員でよそ者を見る不遠慮な視線に、対人恐怖症の告げはひるみ、玄関を出て地面にべったり座り込んでしまう。その後、 タクシーや徒歩で、鴨川、大原周辺をさまよい、案内されたのは、偶然にも昔、弟が熱湯を口に含みをやけどを負った際に見て、もらった、自備陰講課であった。虫の正体はわからず、自前でジョイではなくろう医師に注射を一本打たれる。帰宅後の翌日、近くの医者へ行ったところ、照明が青白く秘密めいた雰囲気の部屋で、ベッドの横になり4人の看護婦に取り囲まれ、 手術をされるのかと恐怖を覚える。汚れた足を看護婦に消毒液で拭かれ、細い指のしなやかな感触に怪しげな気分を味わう。主人公の少年を隣村まで連れて行くために、狐の面をつけた少年が運転する機関車が走る線路は配線のような線路であった。ねじ式の舞台となったと言われるふと海は、現在、鴨川ビタミンウオークエカキの里コースの 終点に指定され、機関車が住宅の中に現れるシーンの場所にはこの看板が掲げられ、告げ吉春聖地巡礼を志す者が引きも切らない1998年公開、石井テルオプロダクション制作、売れない貸本漫画家の青年、つべが貧困と虚無感から逃れるように、当てもない放浪の旅に出る様子を描く、主人公のつべの足取りを、 おう、放浪期的な形式をとっており、ネジ式や、モッキリアの少女、柳屋主人など、複数の作品を映像化したオムニバス作品である。基本的に原作に、忠実な作りになっており、ネジ式の街の看板や、モッキリアの少女の居酒屋内の張り紙など、細部も、丁寧に再現されている。柳屋主人の作中で言及される映画、アばしり版外地の監督、石井てるが自ら、 柳屋主人を制作するという点でも話題になった。2003年に KSS から DVD が発売されている。レターボックスでの収録。ありがとうございます。